ハロー YouTube。近いですね。あ、部活サイトの久保田です。今日は、なんか共通テストの、受験生が40代っていうのをなんか NHK で報道されて、なんか僕40代なんで、なんか、ちょうどなんかこの前、一個前のやつで、石川佳純さんのなんかスポーツ選手の年齢ね、どんなやつでも年齢がつくじゃないですか。年齢差別みたいな、ちょうどなんか面白いっていうか、だなぁと思って、ちょっと撮ってます。40代でこう受験する、でもわかんないっすよね。医学部とか看護かもしんない。医療系のね、大学とかかもしんないし、ちょっとね、僕世代40代って結構大変な、人口も多いし、とりあえず、40代頑張りましょうみたいな感じなんですけど、そうですね、そんくらいですかね。すいませんね、20代の中で受けるのって結構勇気もあるし、いるしことだし、でもこう、自由じゃないですか、受験資格なんて。だから全然いいと思うんですけど、40代の人、僕のチャンネル若い人向けに作ったら、なんか逆に40代の人頑張りましょうみたいな感じなんで、試験のやつはね、状況とか見てないので何も言えないんですけど、人口が多い世代なんで、僕で受験戦争が一番大変だった時期なんで、受験戦争とかね、塾とかも多かったし、なんでこう、逆に早いと思って、40代のね、別に主婦の方でも第二の人生全然 OK だしね。今なんか本当に医療従事者少ないんで、看護師さんとかね、わかんない、検査技師とかいっぱいあるじゃないですか。理学療法士とか介護士とかね、そういうね、僕たち人口多いので、40代の人ね、もう一回学校行って頑張ろうみたいな、今回の試験とはちょっと関係ないんですけど、っていうので、なんかちょっとこう、ちょっとバカにされても明るくいきましょうということです。それでは。